国内最大級の HIPHOP フェス、ザ・ホープ2023が9月23日にお台場ザ・ホープ特設会場にて開催された。当日までにチケットは完売しており、50組以上のパフォーマンスをこの目に焼き付けようと、約3万人の HIPHOP ヘッズが集結した。メインステージの他にも、DJ ステージ、グラフィティ、バスケットボールといったイベントスペース、そしてフードエリアも用意されており、国内主要ロックフェスと比較しても遜色ないレベルの盛り上がりだったのは間違いないだろう。約9時間に及んだ本フェスは、観客、そしてすべての HIPHOP ヘッズに、奇跡と希望を見せた。正午より開始したメインステージ最初のブロックは、オーディション通過者のキャースに始まり、アイドン、サイバー・ルイ、ボンビーロンが登場。ラップスター誕生2021の出演メンバーが奇跡的に集結した。ムカデ&インマンはアーティストの都合により出演キャンセル。それぞれ約5分間という短い持ち時間の中、卓越したパフォーマンスで会場をロック。その後も X アンセイ・ウィズ・フレンドズ、オンリー・ユー、ラルフ、ヒレヨシと、新進気鋭のアーティストたちが圧巻のパフォーマンスを見せた。シークレット枠として登場したセルフメイドもそのうちの一つだろう。KOWICHI、キャンディー、イレーサー、メリードローからなるこのクルーはステージ上を縦横無尽に駆け回り、ラストには新 EP に収録される一曲をライブで初披露した。15時頃にはダダ、JP ザ WAVY らがパフォーマンスを終え、観客のボルテージも高まっていた中でトジーがステージに上がった。若い世代を中心に絶大な人気を誇るトジーのライブは、カモメから始まり、観客の視線を釘付けにした。そこからクルーメイトのガミーボイも登場し、モールボーイズの楽曲、マイライフ、マンゴーランを立て続けに披露。特徴的なダンスを踊る観客が多く見られたのが、トジーの人気ぶりを表している。ラストは、Do You Remember Me を歌い上げ、その場を去りかけたトジーの前に、DJ チャリが満面の笑みで登場。勢いそのままに、ごく VIBES フィート。トジー、イルルトリサ、アネデュケーティッドキッド、&、フューチリスティックスウェーバーを披露し、観客を熱狂の渦に包んだ。ライブの様子をより鮮明にするために、ここで当日の天候について触れておく。この日の前日まで降水予報が出ており、それを裏切ることのない曇りからであった。午前中にはパラパラと小雨も降っていた。だが、これも HIPHOP が成した奇跡と言うべきか、16時頃にはなんと晴れ間が見えた。それと同時に、ジャパニーズマギニーズが、ドラえもんの歌をかけながら陽気な雰囲気でステージに登場。晴れ間を見てすかさず、孫ゴングが、全員が願ったから晴れたんやろ？このまま晴れ誘うぜと観客は煽り、MIC チェックなどを披露した。時刻は16時20分。くしくも絶好のタイミングでのライブとなっていた。そして、ジャパニーズマゲニーズの盟友である紅桜がサプライズで登場し、悲しみの後を熱唱。ラストは J.REXXX。D.O. もステージに現れ、最後の一本、フィート、J.REXXX、ブロッド、ノッチノリッジを3万人の観客と共に歌い上げた。空はすっかり日が落ち、終幕が迫る中でステージに上がったのは AK-69。3万人で埋め尽くされたフロアを目の当たりにして、こんなステージでライブができるとは、日本の HIPHOP もここまで来たと。驚きと喜びの言葉を口にしていた。この日の AK-69 はバンドセットで、フライング B、ドーンバー、などを披露。HIPHOP にかける情熱や、変化し続ける日々に疲弊する現代人へのメッセージを語り、ラストは、スタート IT アゲインで締めくくった。時刻は19時を回り、残すところあと4組となった。ヘッドライナーの一番手は PUNPEE。夜を使い果たしてから始まり、日本語ラップクラシックのリリックを盛り込んだ、お隣さんより凡人、リミックスを披露。ここで PUNPEE は12時からの長丁場であることを鑑み、BGM 代わりに聞いてもらえたらと語った。それを聞いて安心したのか、移動したり、その場に座り込む観客が増え、オーバーヒート気味だったボルテージを整える様子が見られた。そして直前にパフォーマンスを終えた BIM を呼び込み、ナイトライダーで共演。ラストは、タイムマシーンに乗ってを披露し、足早にステージを後にした。PUNPEE が整えたステージに立ったのはチャンミナ。観客の前に姿を見せると、
この日一番の黄色い歓声が各方面から聞こえた。美人から始まり、ピクキー、ドクター、B 級と、バックダンサーと共に一糸乱れぬ圧巻のパフォーマンスを見せた。MC でチャンミナは、ようやくこういうイベントに出れたと喜びを言葉にした。というのも、彼女は、ロック IN ジャパンや、サマーソニックへの出演を経験しているものの、ザ・ホープ、ポップユアーズのような国内 HIPHOP フェスへの出演は今回が初めてだった。そして最後は、ネバーグローアップを美しく歌い上げた。残すところあと2組となり、当然ながら観客は大きな盛り上がりを見せていた。チャンミナの退場から矢継ぎ早にエローバックスが登場し、ファイヤー、ボールズアウト、マイリゾートなどを披露。楽曲を口ずさむ観客を見て笑みをこぼしていたエローバックスが印象に残っている。ここでステージにバイブス満タンの ANARCHY が登場し、I know double hot feet、エローバックス、ANARCHY を披露した。ライブ終盤、同じ東海エリア出身である AK-69 をステージに迎え、バッシュン、フィート、エローバックスを歌い切る。そして AK-69 が、エローバックスと名古屋日本大師ホールにてスペシャルライブ、AKB を2024年2月24日に開催することを発表した。両名の本拠地であるエリアでの凱旋ライブを発表し、AK-69 に、かませんの?と煽りを受けたエローバックスは、イエスサー、と力強く返答。ラストの楽曲、イエスサーへと入り、盛り上がりは再び最高潮となった。時間にして20時30分頃、ついに大鳥 BAD ホップのライブが幕を開ける。この日の BAD ホップは7月の富士ロックフェスティバルで話題を呼んだバンドセットでの出演だった。オープニングから、川崎ドリフトをラウドロックなサウンドで披露し、会場は歌詞の通りアクセル全開。これまでの疲れを忘れたように大歓声が湧いた。勢いを切らすことなく、フレンドズ、ハイランド、スーサイドと続き、ここで MC が入る。BAD ホップのラストライブが、東京ドームにて2024年2月に開催されることが発表されたのだ。やるって決めたらやるのが、俺たちの HIPHOP と、T、パブロが前人未到の地に立つ覚悟を語った。国内 HIPHOP が勢力を拡大し続け、ついにたどり着いた東京ドームのステージ。この発表はすべての HIPHOP アーティストに希望を与えたに違いない。そしてこの日最後のパフォーマンスは、制作中のアルバムからの一曲。その場にいた全員が目の前の光景を胸に刻み、ステージを後にする BAD ホップには惜しみない拍手と声援がかけられた。これで、ザ・ホープの全公演が終了し、観客もキロにスコアとステージに背を向けた直後、欠席したムカデ&インマンの君のままが流れ始めた。彼らを目当てに参加を決めた人も多いはず、なんとも粋な計らいである。フックに合わせて大合唱が始まり、大団円を祝福する花火が打ち上がった。今回のフェスは、ここでは紹介しきれないサプライズゲストの豪華さが光った。ANARCHY は、新譜の客演である COSA を呼び込み、新曲を披露。また、ナメ・ダルマのステージでは、アウトローにテアウィチが姿を見せたり、DJ タツキが、東京キッズをプレイした時も、IO やモニーホースだけでなく、リミックスに参加したジーブラ、ハンニャが登場し、会場を賑わせた。そして、DJRYOW のステージでは、AK-69、E、クワル、ハンニャ、R、指定、ベニザクラ、SOCKS、C、O、S、A、マリ、サイバールイ、G、O、T、O が続々と登場。WHORU、リミックスではモニターに TOKONA、X のライブ映像が流れており、この曲が生み落とされて20年が経った今も伝説は続いていると思い知らされた。冒頭で50組以上と紹介したが、ゲストを含めたら数えるのを諦めるほどのアーティストがステージに立ったことになる。まさに国内 HIPHOP の集大成を見せた奇跡のような時間だった。